今ですね、タカさんとタトモ国立公園、自宅裏のね国立公園に向かってるんですけども、途中にね、ヤギの集団に、はい、めっちゃ可愛いですよ。かわいい。ここがですね、タトモ国立公園って、まあ自宅の裏のね国立公園ですけども、そこにタカさんをお連れしました。ありがとうございます、はい、ここはまあまずですね、一つのポイントとして、まあ川が綺麗、清流がね流れる場所で、はい、でこんな感じで、はい、テント状になっております。はい、まあ今日は日曜日の午後なんで誰も夕方ですからね、もうみんな帰っちゃったと思いますが、はい、まあこんな感じでとてもね、綺麗な川が流れて、魚もね小魚が結構多いです。ただまあ国立公園の中なんで魚釣りはしちゃいけないことになっております。はい、それでですね、この、道まだ登って降りていって先にですね、タトモク滝というのがあって、はいはい、タイで最も段数の多い滝として有名らしくて、はい、でまあその動画僕一回行ってるんで、はい、僕のチャンネルでもまた概要欄貼っときますんで、はい、見ていただけると思います。さっき聞いたらなんかもう来る時間が朝から来ないと、そうですね、暗くなっちゃうから、はい、もう入れないよなんて言われて、だいたいですね歩いてやっぱ40分ぐらいかかるんですよ。あ、なるほど。はい、距離はそんなないんだけど結構登って降りて、はい、登ってて険しいんですよ。なるほどね、獣道みたいで。滝の方はもう川島さんのチャンネルで、はい、ということですが、はい、まずねちょっと清流をね、はい、こんな感じの綺麗な川がね流れております。はい、川の音いいじゃないですか、爽やかで。それでですね、その奥のタトモク滝という、周辺にはですね、野生の象が結構出る。野生の象？はい。野生の象いるんですよ。います、います。野生の象がね、結構出たり、あと、はい、野生のバッファロー。筋肉隆々のね、野生のバッファローも結構出てますね。はい。そんなような場所でございます。危なくはないんですか？危ないです。危ない。危ないですね。うん、だからインターネット上でやっぱりここのフェイスブックがあるんですけど、はい、野生の象が出ましたよ、野生のバッファローが出たんで気をつけてくださいね、はい、そういう告知があります。気をつけろって言ってもまあ近寄らないということをするしかないです。まあね、鉢合わせになってみたいような、なりたくないようなみたいなね、はい、このもう降りてまた降りたけど、はい、結構登ってきて、はい、そこそこのところにあるのにこんな川があるっていうのが不思議で。そうですよね。そう、タカさんが少年のように
ね、少年の夏休みのような。本当そうですよ。多分タイに旅行に来る人たち、多分川島さんのチャンネルも、はい、僕のやっぱジャパンのチャンネルを見てる視聴者さんも多分ね、そのタイに来るということを何の目的で来てるのかってみんな違うと思うんですよ。まあそうですね、旅行だと思うんですよ、うん、はいはい。でもなんかこう今回僕もペッチャブンに来たいなって思ったのは旅行ではないんですよね、はいはい、なんかこうな、ま、旅というか。なんか自分もこのタイの中を知りたいし楽しみたいみたいなので来てるので、はい、こういうなんかペッチャブンならではのこういう国立公園に来れたって結構嬉しいです。ああ、よかったです、はい。
ットモークのですね、ビュースポット、まあ、最も有名なビュースポットですね。こちらがランチョンダオというスポットですけども、高橋さんいかがですか、ここ。ここね、ちょっとね、はい、運転マークちょっと緊張あのすげえ嬉しいですね、はい、ちょっとあの元さんに今上がってきたんですよ、上がってきて、はいはい、ふと見た瞬間に、うん、わあ来てよかったなるほど、ね、そんな感じですね、うん、だから結局、うん、なんていうのかな、タイの観光案内で、皆さんがたくさんね目にする場所じゃない場所でもかなりいい場所は結構あるということなんですよ ね、 うん、結局ね、うん、僕もまあ多分皆さん見てる方々もたくさんの場所行ってると思いますけれど、はい、やっぱり山の良さって僕来たことなかったんですね。ああ、そうなんだね。やっぱ、うん、海には行きやすいじゃないですか、タイって。はい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 、山を上がるという経験っていうのは、はいはいはい、普通自分から転んで行かないですよ、多分タイ好きな人、はいはい、今回初めて、はい、川島さんに連れてきてもらいましたけど、はい、いいなって感じですね。あ、ありがとうございます、うん、じゃあ皆さんちょっとねそのビューを見てもらいましょう。はい、はい、こちらがですね、今日ちょっとね霞がかかってますけど、 PM2.5 はね実はないんですけど、霞がかかってて、向こうにね皆さんこう見えてる場所、はい、あそこがですね、ペッチャブン市内になります。はい、それでね向こうが、ガステル向こうのですね山々がカオコーの山々になります。はい、ですからまあペッチャブンは、国道21号線を挟んでですね西側と東側に山があると、ですからまあ盆地ということになるんですよね。はい、でここですねやはり夜になると、写真を見るとね夜景がやっぱ綺麗なんですよ。だからで、ね、こちらにねテントスペースがあります。はい、広いテントスペースありますけども、今日はまあ日曜日なんでお一人だけ宿泊してますが、ですから夜ねここに宿泊をして、星を見たりそれから、夜景を見れることもできるキャンプ場ということでもあります。はい、次回は川島ここでねキャンプしたいなと思っております。分かった、これランチョンダオと大変書いたんじゃない、うん、はいはい、見るだ見る、星を見るところのラン分かんないけど、やっぱ見れるスポットなんてそういう名前ですよ、うん、ここ。なるほどね、はい、じゃあそうなんだね、絶対星綺麗ですね、うん、間違いないですね。夜行きたいなこれ。でまあ向こうのね山々は、チャイアプーム県になるんですね。はい、だからこの辺りはですねチャイアムーム県とペッチャブの、ね、県境に、なります。お、今ホランが来ましたね、はい、うん、おーおーおー、これ本体ですよね。そう、ね、はい、中学生か小学生高学年が、バイクでね来ておりますけど、タイはこの田舎はこれ普通でございます。はい、アランもコーラを飲みながら、はい、まあこれからちょっとねドローンをね飛ばしたいと思いますが、下で、ね、受付でですね、許可をいただいたのでドローンを飛ばしたいと思います。はい、バス停場所が違ってまして、ギリギリに到着しました。でもなんとかですね、チケットをお金払って引き換えができました。これでタカさんね無事にチェンマイに、来ますと。チェンマイまでペッチャブンからいくらですか？481バーツで、そうです、はい、チェンマイまで、はい、いやこれはちょっと焦りましたね
ロムサックのバス停と2人とも思い込んでて、そうそうそう、ロムサックのバス停はもう終わってるよって言った瞬間にちょっとドキッとね。いやでもあれだね、本当に10分遅れて出てたらやばかったですね。いややばいです。あのちなみに今ここ見たら、はい、ね、タイヤが増えたんで追加されたんですよ。2000枚入りの10時10分が最近それ、ああはいはい、で書いてあるだから、はい、多分このチケットを買ったか、はい、そうなのでいろいろ分からないことだらけでしたけど、いやタイ語ができてよかったって久々に思いました。ありがとうございます。はい、川島さんゆっくりあの休みながら、はい、チェンマイまで来てください。はい、じゃあ行きます。席がでも埋まってますよ。なんか僕の席が埋まってるっぽいんです埋まってますから交渉しないとダメです。行きながらやってます。はい、わけわかんない。また出発です。チェンマイに向けて出発です。はい、タカさんがね、チェンマイに向けて出発しました。はい、また会う日まで。